らっしゃいますので、どこでご挨拶をしていただければと思いますけれども、いつも来てくださっていますから、片寄り校議員に、一言ご挨拶いただければと思います。前にですかね。改めまして、皆さん、こんにちは。こんなにたくさん集まっていただいて、それにズームの方もおられるんですよね。何人くらいズームに入っていただいてるんでしょうか。3人います。議員です、議員です、議員です、そうです。はい、ありがとうございます。議員としてお時間をいただきまして、何よりもヴィンセントさんのみんな応援してるからね、本当によく頑張りました。ありがとう。参議院の片寄彦でございます。2点申し上げたいと思います。1点は、実は戦後憲法改正されたときに、両性の本質的平等ということを柱に、昭和22年から半年間、日本のいわば裁判所が共同親権を正規の法案にするということがあったんです。それ今までご存知なかったと思うんですけど、どうですか、中田さん。知らなかった。半年間で、それは素直なんですよね。憲法で両性の本質的平等と言われたら、それまで単独親権だった、男性が基本だったんですけど、家を守るために、そこに女性も親権取れるようにというので、共同親権を半年、日本国政府の方針だったんです。でその事例を今、私参議院の方で調べていただいておりますので、また情報を差し上げたいと思います。それからもう一つは、自主誘拐ですけど、自主誘拐も、未成年者略取誘拐のその刑法224条の対象になるということを、参議院の法務委員会の4月13日、上川法務大臣、それから川島隆二、政府参考人が答弁しております。その答弁もここの私の報告書にありますので、この報告書今日何十冊も持ってきてます。滋賀県民以外の方は無料です。滋賀県の方は、羽田由紀子は滋賀県有権者なので200円いただきます。それ以外の方は全て無償でお渡ししますので、ぜひこの、答弁を根拠に、自主誘拐も憲法224条の対象になると。しかもそこの保護法益は何かというと2点です。一つは連れ去られるというか、子どもの側の自由から、もう一つは片方の親の監護権、この2つを保護法益として、自主誘拐も刑法224条の対象になりうるということを、答弁しておられますので、このあたり皆さん関心を書いてくださいと思います。あと国会議員の皆さんおられたらお願いします。今日はどうも皆さんありがとうございます。それから最後に一つ、衆議院選挙にそれぞれの地元の候補者にこの問題をそれぞれ声を上げてください。あ、自分の地元の有権者はこういうことがあるんだというのは本当に知られてないです。当事者になるまでわからない、当たり前だと思っている片親親権が実は当たり前じゃないんだということを、この衆議院選挙こそ、で子ども庁の議論が始まっている今こそチャンスですので、皆さんそれぞれの一票を持っている小選挙区の候補者、もう党派構いません、候補者に直接訴えていただけたらと思います。金井由紀子でした。ありがとうございます。以上です。ありがとうございます。金井さん、その本は受付の方で書いてですか。はい、全部そこに。あ、はい、受付の方で受け取れるそうですので、ぜひこの後足を運んでください。はい、それから今日議員の方は、真山雄一事務所の津山さんいらっしゃいますか。おかれですか。福士田さんいら、今ちょうど串田議員の用意ができている間、今日オンラインの方で、宝事務所と海枝事務所と浅野事務所の方で、オンラインの方で見てくださっております。それから、毎回ですけれども、ここ の議員会館の部屋は、末松義則から議員の手を借りてお借りして
今来たばっかり大変申し訳ないんですけど、串田さん、串田議員の方から一言よろしいでしょうか。あちらの方でお願いできますか。皆さんこんにちは、衆議院議員の串田でございます。今本当に今年の通常国会で、諮問にはなりましたけれども、まだまだ具体化がなされてないということで、お子さんと会えない当事者がたくさんいらっしゃるということで、国会議員の一人として本当に申し訳ない思いで、おります。とにかく一刻も早くですね、お会いして、していただきたいと思っておりますし、今日はですね、ちょっと他の同僚議員から、当事者の、祖母にあたる方に、子供に会えないということで相談を、受けたわけですけど、この問題はですね、当事者の夫婦だけに、限らず、おじいちゃん、おばあちゃん、いとこ、友達、すべてから断絶をするというね、とんでもない今日本の状況でございまして、これに対して本当に日本は変えていかなきゃいけないというのは明らかなんですけれども、なかなか変えられない、理由としては、これに、携わっている議員というのが非常に少ないというのは現状ではないかなと思うんです。でそういう意味で今回、もう少しで選挙になろうとしている。で今この選挙っていうのはやはり現地の、地元の人から陳情を受けると、議員っていうのはやっぱりね、弱い立場にあるわけですよ。ですからぜひね、皆さんこのね、地元で、人に立っている議員も多いと思うので、この問題、子どもの権利条約に守っていない日本、このままでいいんですかと、先生このままでいいんですかということをね、ぜひね、訴えていただいて、いやおかしいねっていうんだったら、それはちゃんと守ってもらうということをね、進めるような議員を誕生してさせていただきたいというふうに、思っています。議員の数が増えれば必ずですね、この問題どんどん進む、ことになると思うんです。もう今や本当に加田先生が一人相撲で頑張っていただいて本当に申し訳ないんですけれど、今衆議院議員としてはですね、いろいろと大変な時期ではあるんですけど、ぜひね、地元の衆議院議員一人でも多く増やしていただいて、子供と会えないような、もちろん夫婦だけじゃなくて、おじいちゃん、おばあちゃん、いとこ、友達、断絶させない国にぜひしていこうではありませんか。今日はどうもありがとうございます。ぜひ次の衆議院議員選挙で共同親権議員を増やしていただくと思うのに、ぜひ藤田議員にももう一度活躍していただければと思っております。引き続きまして、今オンラインの方で用意待っていただいています。今日 のご講演の方でフランスからグラトーさんのさんに、お話をいただこうと思います。テーマは、パパは、仲間外れで大丈夫というテーマですけれども、僕は当事者になった10年以上前ですけれども、その当時からグラトーさんは新聞の方で、この親子の引き離しの問題について取り組んでくださってまして、本当に日本 の父親が子どもの育児に関わる機会が少ないということを事前 の打ち合わせの段階で、嘆いておられたので、ぜひそのことについて、あるいはフランス の共同学の実情についてお話ししていただければなというふうに思います。それで今受付の物販コーナーの方で、こちらのフランス人はママより女という本を、書かれていておりますので、600円で、そちらの方で用意しておりますので、ぜひ読んでいただければなというふうに思います。で、僕も、ずいぶん前に読んだんですけれども、僕はもう買わなくていい。